日田市にある御田焼の里では、おとといと昨日の2日間民陶祭がありました。例年県の内外から多くのファンが訪れます。300年以上の長きにわたり、山里で9軒の窯元が一子相伝で作り続けている御田焼、国の重要無形文化財です。御田焼は、はけめ、飛びかんな、流しかけ、この3つの技法で生み出される幾何学模様が特徴。飾るよりも使う、和食洋食問わず食卓を彩ります。観光客も一つ一つ手に取りながら買い求めていました。はけめの柄の美しい茶碗とかお皿とか、そういったものを購入させていただきました。日頃からこう使うものなので、やはりいいものを使いたいなと思っていたので、なんかこうそういったものに触れられて買うことができて、また明日から使うことが楽しみです。すごくにぎわってて、いいなと思いました。なんか早くね、もうちょっと早く来ればよかったなと思います。ファンも毎年楽しみにしていましたが、新型コロナウイルスや大雨被害の影響で2019年を最後に中止が続いていました。土もないし、まず作陶もできないし、薪も相当皆さん流れたり埋まったりしてるんで、そもそも作業場無理なのと、という駐車場も壊れて、そういう全部がインフラ自体がもう破壊されてますから。およそ1年かけて復興し、里全体が待ちわびていたお祭りがいよいよ復活しました。災害続きで、昨年も大きい災害が来て、水害が来て、まあ、なんとか開催までこぎつけたのは本当に嬉しい限りです。21歳の若き陶工、黒木和沙さんは陶工になって初めての民陶祭を迎えました。前の窯よりもいい色になってます。最高傑作。最高傑作なんや。いつも自分たちが働いて住んでるところがこんなにぎやかになって、でいろんな人が自分のお皿を見て手に取ってくれて、あと直接話したりして交流できて、すごい今充実した気分です。父の文人さんにとっても念願の2日間です。私たちが何のために、誰のためにものを作っているかというもののモチベーションを高めるためには、息子にとってはいい機会だと思いますので、お客さんが喜ぶところをやっぱり日々日頃の作陶に生かしてほしいと思います。2万点を超える作品が並んだ御田焼民陶祭、大分を代表する伝統の技がこれからも受け継がれていきます。